今日は、こちらのトヨタのラブ4の、PHEV をちょっとお借りしてるんですけれど、今日は、まあ、この車のインプレッションももちろんあるんですけど、トヨタのノアボクシーの、THS2 の、パワーユニット、まあ、こちらの方のユニット私もすごく気になってて、なかなか今車がないんで、パワーユニットの特性っていうんですかね、その辺のところがなかなかわからなかったりするところがあったんで、まあ、この車を今回ちょっとお借りして、まあ、THS2 の、まあ、インプレッションを主にしていけたらなと思います。でこちらの車は E4 なので結構車としてもパワーがあって、かつエンジンも 2.4 リッターのエンジンになってます。ノアボクシーに関しては 1.8 リッターの THS2 なんですけど、こちらは少し、容量が大きい 2.4 リッターなので、まあ、パワー感としてはもう全然ノアボクシーと比べてしまうと全く別物の車になってます。でかつ PHEV なのでバッテリーの容量自体もかなり大きいですし、まあ、モーター自体の出力もかなり高い。ステッパーゴンのハイブリッド184馬力ですけど、ちょうどそれぐらいの出力を持ってるモーターになってますんで、結構走りも、もう THS2 だから、まあ、燃費に絞った、まあ、つまらないユニットというイメージをお持ちの方も多いと思うんですけど、もう全然よく走ります。こちらは今ハイブリッドモードにしている状態なので、もちろんエンジンもかかった状態なので、トヨタノアボクシーと同じ THS2 と、まあ、特性としては似たような感じになってくるだろうと思います。まあ、この状態で今走らせてて、まあ、今エコモードの状態なので、モーター自体はまあ EV 走行で走ってる状態です。でエコを超えてくると、まあ、すぐにハイブリッドモードに切り替わるといった状態なんですけれども、まあ、非常にまあフレキシブルというか、もうエンジンも下からもちろんゼロから最大トルクを発生してくれる特性をもちろん持っているわけなので、もう十分すぎるぐらいのシクストローク特性を持ってて、走ってて非常に楽しい車になってます。でこれ今エコモードにしている状態なんですけど、それでも十分すぎるぐらいの出力というものを持っていて、でなおかつこの状態にしてくると、これが普通の標準、これでもかなりアクセルのこの回路、この開け閉め、この状態でだいぶ出力上がってるし、アクセルレスポンスもかなり上がってます。でさらにここからスポーツモードにすると、さらに急変するような形、昔で言うと80とか90のツアーラー V の加速に近いような、そのぐらい280馬力の、まあ、大体370ニュートンぐらいの、まあ、2.5 リッターのターボと同じような感覚で加速してくれるのが、この PHEV ラブ4の PHEV のパワーユニットになってます。さすがにそこまでトヨタノアボクシーは動力性能が高いかというと、まあ、そこまで高くはない状態ではもちろんあるわけなんですけれども、まあ、THS2 といえども非常に車のこのエンジンのパワーユニット、非常に出力の高いものになってて、まあ、走って非常に面白い楽しいものになってます。でこのようにパドルも一応ついてたりします。ハイブリッドでもこのように6速のミッションがついてるんで、おそらくレクサスにも乗ってるようなマルチハイブリッドシステムっていう、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、多分それのユニットがついてるんじゃないかと思うんですけど、回転数が上がりにくいハイブリッドの特性になっているので、こういったロングツーリングでスピードを上げて飛ばしたとしても車の燃費自体も非常に抑えられて、エンジンの回転数も抑えられるので、燃費性能も非常に高くなっているということがあると思います。まあ、それによってガソリンと変わらない、もちろんガソリン以上の燃費性能というものが多分得られるといった、そういった方式のものになるかなと思うんですけれども、まあそこも非常に、ああそうですね、エンジンの回転数がこう上がりますので、で6速まで入れていければエンジンの回転数が下がる、でもハイブリッドになっているというところです。これなんかはノーボクシーにはもちろんついてない装備ではあるんですけれども、まあ、この 2.4 リッターの THS2 にはしっかりとついているというところですね。
で、これの面白いところはプラグインハイブリッドなんで、普通に EV だけで走行するということももちろんできます。で、 EV だけで走行すると普通にもう前回まで踏み込んでもずっと EV の状態です。非常にパワーがある。で、こういったコーナーリング区間においても、まあ、SUV といってももうオフロードを走破するっていう目的で作られた車というよりは、まあ、普通にどこでも出かけられる。で、車としてはもう高級感というのはもちろん持っていて、まあ、自分の、洋服のような、まあ、そういったキャラクターになってるかなと思うんですけど、非常に趣味性の高い車になっているっていうのもものすごく大きく特徴として言えるところなんではないかなと思います。で、これが今、で、これが今 EV 走行単独で走らせてる状態なんですけれども、非常にパワーがあります。もう踏み込んでもずっと EV が続いてるんで、まあ、ハイブリッドだとどうしてもエコモードを超えてしまうとエンジンがかかってしまって少し物足りなさっていうのは感じるかもしれないんですが、このように EV の状態でもエコモード、それから標準モード、それからパワーモードということでしっかりと調整ができる。で、踏み込んでいってもずっと EV の状態が続いているといった、まあ、そういった味付けになっているので、少しハイブリッドとだいぶ味付けが異なるものになっています。まあ、当然なんですけど、この状態ですと、まあ、今状況としては45キロまで走る。で、チャージモードがついているので、またこの走行距離が、航続可能距離が落ちてきたらチャージモードでチャージしてあげれば、またEV 走行単独で走ることもできるといった、そういった楽しみ方ができるものになってます。これがハイブリッドモードですね。で、こちらにすると、で、これが EV 単独のモードと、で、チャージモードというものもあるので、チャージしてくれながら走行することが可能と、まあ、いうことで、まあ、こういった、まあ、車としてはもちろん走りの利便性というのもしっかりありますし、で、 E4 なんでしっかりと高速道路の料金所においても加速においてもかなり蹴っ飛ばし感の強い動力性の高い車に仕上がったと、まあ、いうことです。で、今動力性能を中心にお伝えはしてるんですけど、もちろん燃費性能もすごく高くて、こちらのハイブリッドモードでの燃費性能はリッター22キロで、こちら今給油後の平均燃費ということで、まあ、トータルだと、リッター44キロということで非常に高い燃費性能も兼ねていると、まあ、いうことになります。で、まあ、それでいて非常に豪華装備も充実していて、ベンチレーションがついていたりとか、シートヒーターももちろんついていますし、ステアリングヒーターなんかもついていて、で、シート自体も本革のシートだったりレッドステッチだったりしますし、まあ、いわば、ハリアーのラブホーバーみたいな、まあ、そういった車になっているのではないかなと思います。まあ、車も非常にただ単に静かで、今までのトヨタ車みたいに万人受けするような走りというよりも、こういった車が好きな人、ヨーロッパ車の車から乗り換えてもこの車楽しい走りしてくれるんだねっていうような、そういった感じを与えてくれる非常に趣味性の高い車になっていると、まあ、いうことです。ちょっとこの辺少し加速していきたいと思うんですけど、まあ、これ今 EV モードなんで、まあ、何も音が出ない。で、こちらが今ちょうど EV 走、ハイブリッド走行ですね。で、エンジンの音自体も、まあ、この車自体がモーターのバッテリーの容量自体がかなり高くなってるんで、まあ、ある程度踏み込んでもエンジンのかかり具合としては頻度としては非常に少なくなってます。なので車内の快適性で、エンジンからの放射音、エンジンの NV 性能という意味においては非常に高くなってる車です。全く耳障りな音もボンネットから入ってこない
状態になってますし、タイヤ自体もロードノイズも非常に少なくなってる、全く嫌なその低周波が入ってくるようなそういったことも全然出てこないですし、で今前の車少し追い越しかけてみますけど、まあ、これ今 EV の状態なんで、まあ、このように非常に瞬発力が高い、なんかスポーツカーに乗ってるかのような非常に高い動力性能を発揮してくれる車になっている、まあ、見た感じは普通の SUV の車ではあるんですけれど、まあ、これだけ楽しい走りをしてくれる、まあ、ハイブリッドということで、まあ、今までは燃費性能、燃費がいいからハイブリッドに乗るとか、ただ単に車の上質な走り味を求めてハイブリッドを買うというイメージがあったんですけど、この SUV になってくると今度はさらにその上に車の動力性能という、まあ、そこですね、まあ、それによって車の走りが、まあ、より一層楽しくなるという価値を手に入れるために、まあ、ハイブリッドを手に入れるということで、このRAV4の PHEV は非常に価値のある楽しい車になるのではないかなということを今回感じました。はい、ということで今日はトヨタのRAV4、こっちは PHEV になりますけれども、こちらのインプレッションをさせていただきました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。またチャンネル登録高評価をいただけますと、今後の動画の運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。